こんにちは、今お昼です。大統領選の行方、私としては想定通りなんだけどね。あとは真実の究明のみっていう段階に来てますね。マスコミ行って怖いね。でもきっと罰受けるかなっていうことをちょっとお伝えしたいんですけどね。あのね、裁判でね、有効になりそうな証拠がね、出そうな雰囲気ですよっていうことをお伝えしますね。我々としてはもう淡々とね、騒がずに、でもしっかり見つめていきたいなっていうことを考えてます。はい。結果はどうなるかわかりませんけどね。これ神のみぞ知るですよ。これからごったんごったんになるんでしょうけども、まあ、経過は順調かなってことについてお伝えしますね。お前何ぞか偉そうにって言われそうだけど、私としてはもう想定通りなんですよ。想定通りなんてもうお前知ったかぶるなんて言われそうだけどね。まあ、ちょっとお付き合いくださいよ。でね、今回は記事を紹介するのみにとどめます。私自分の意見は言わないようにしますね。でね、これ正式な捜査が始まったらば、きっとね、ここは証拠になりそうだなっていうことがね、やっと文章で手に入りましたよと。ここはね、私ね、抜粋要約しないようにして、英文についても正確に和訳するように努めます。一応ね、私は TOEIC 900超えてるからね。で、主要マスコミの対応についてもちょっと皆さん覚えておきませんか？いい機会だから。何をやってくれたかね。こんなことやってるとさ、もう今はもうネットの時代ですよ。これからテレビとかどうなるのかな？淘汰される可能性もありますよね。あなた方が悪いかな？そうなってもね。まあそういうことをお伝えしたいと思います。でもトランプさん、共和党がね、もう正式な手続きを取り始めました。で、これからなんですよ。FBI が動くわけですよ。ね。そして真実が究明されてくるわけですので、まあ淡々とね、我々は見つめておきましょう。これから起こることね。はい。まず1個目いきます。はい。こういう記事がやっと出ましたよ。こちらから持ってきました。7日の記事ですよ。バイデン民主党の不正疑惑と、市職員の不正指示、投票用紙の消し印の捏造、集計機の不具合。だから、これだったらね、きちっと調べられるじゃないですか。これからね、人間もさ、ね、証言しているんだし、投票用紙もね、物があるわけでしょう。で、集計機って言ったらソフトウェアがあるからね。いいじゃん、もうこれ。淡々と FBI に調べてもらえればさ、真実がわかりますよ。でね、今回の記事はね、抜粋要約本当にしませんからね、そのまま持ってきますよ。正確に伝えたいと思ってますので、ぜひお付き合いください。はい、米大統領選挙をめぐり、トランプ大統領が訴える民主党陣営の不正疑惑についてと、日米のマスコミはまともに取り上げようとしないね。これ、私、本当にそう思います。一部メディアは不正はなかったと断定的に報じているけれどと、共和党サイドにはネバダ州だけで3000件を超える不正行為の情報提供が寄せられておりと、さすがになかったと言い切るには無理があるということですね。で、実際に正式にね、これから FBI が動くことになってますので、争点となるであろうというね、3点について書かれた記事を紹介いたしますね。はい、デトロイト市の組織的な不正疑惑が起こってますと。まさに重要な州ね、デトロイトでは組織ぐるみでの不正行為が行われたんじゃないかということについて、ほら、もう職員が告発してますからね。だから裁判の時にこの人証人になるんでしょ？で、こうなるとも FBI 動かざるを得ないわけですよね。で、ニュースによりますとですね、大手じゃないところのね、ちっちゃなマスコミが頑張ったんだね。投票締め切り後に到着した投票用紙の消印を捏造という話。これネットでいろいろ上がってますけどね。これ物的証拠があるからさ、これ、捜査しやすいと思いませんか？ね。で、不在者投票を集計する、TCF センターで働く職員から指示されたと、別の職員が告発して。ね、いうことですよ。これを受け、ミシガンの共和党関係者はと、FBI とデトロイト連邦検事に調査を委ねと、もう FBI が動き出しているという。まあ、ぶっちゃけ、これからね、最高裁で争うわけですよ。だから、もうこの選挙に携わる人たちにとっては、裁判に備えた動きを今しているってことですね。ペンシルバニアの郵便局員ね。
人間が上司の不正をも告発してるわけなので、証言取れますよね、これね、しっかりね、これ捜査が進めばね。本当かどうかはこれから分かることですよ。ただね、こういうようなもう取っかかりがもうすでにね、トランプさんの方で手に入ってるってことを言いたいんですね。化身の捏造する疑惑は激戦州であるペンシルバニアの予備局でも生じていたと。リチャード・ホップキンス、ね、実名を明らかにしてますからね。だから、捜査できますよ、これ。化身を締め切り前の日付で処理するようにと、郵便局長が語ってるっていうことを目撃したと。で、プロジェクトベリタスに告発しましたよってことですね。で、映像が流れてますよって。で、ものすごい再生数ですね。もうテレビの時代終わったかな、もう。ネットでいいもんね。で、すでに本欄ではミシガン州の郵便局員が上司のから同様の不正を行うように指示されたケースを紹介していると。この問題は他州でも見られているということ。だから、例え悪いかな、一匹見つけたらもうたくさん20倍いると思えとか言うじゃない？ちょっと例え悪かったな。だから他の州でも似たようなことがあるからね、しっかり捜査してほしいとこですよ。あくまでも真実の究明ですね。はい。そして集計機の不具合ねと。集計機というかね、ちょっと後でちゃんと説明しますけども、ソフトウェアみたいですね、不具合があったのはね。6000票のトランプ票がバイデン票になっちゃったって。疑惑が事実であることが分かりましたよって、この記事はもうはっきり言ってますね。ミシガン州アントリム郡で起きたトランプ票が激減した問題だと。トランプさんって。この集計機ドミオンの不具合が発覚しました。しっかりもうこれ間違いだってことが分かったっていうような書きぶりですよね。トランプ氏に投じた6000票が民主党のバイデン氏に誤ってカウントされていたことが分かったってことだよね。事実はもう確認されているような書きぶりです。ただこれについてもね、この FBI の方でしっかり確証を得ていくんでしょうね。裁判に備えてね。同郡では1万8000人の投票者がいたがと、3分の1が誤って集計されるという異常事態が起きていたのだ。これ単なる事故でしょうかね。私が意見言うつもりないんだけども、不思議だな、異常だなっていうことが今ね、話題になっていて、アメリカじゃ大騒ぎだよってことですね。で、ワンミシガンカウンティークラックコータグリッチインタビュレーションソフトウェア so they hand counted votes and found the glitch caused 6,000 votes to go to Biden Democrats that were meant for Trump and Republicans. 47 Michigan counties used this software. Almost check now. ね。これ A ってやるとね、画像が映るんですけれども、私ね、昔英語得意だったし、留学とかもしてんだけどさ、ね。でもね、もう忘れちゃったのよ。だからちゃんとね、歩く英字路で調べましたよ。グリッチ、問題故障誤作動なんですって。だから、誤作動しない保証はありません。I can't guarantee a glitch free operation って言うんだって。で、ターミュレーションプログラムっていうのをめっけたんで、ターミュレーションプログラムになってたよね。ね。これね。だからターミュレーションソフトウェアになってたっていう話だから、だから集計ソフトウェアが間違いを、なんだ、もう一回言います。ターミュレーションソフトウェアだから集計プログラムに誤作動なり異常があったっていうことがさっきの英語ね。でね、meant for ってあるじゃん。be meant for idiom なんだって、なんとかのために作られていると。まさにここだよね。this book is not meant for beginners。だから、この表っていうのはさ、トランプさんのために作られてる表だったってことだよね。で、ここいいですよね。だから、ミシガンの州の郡下、カウンティの、ね、職員がね、見っけちゃったのよって。グリッチね。不具合をね、その集計プログラムで言ったよ。で、そこでね、手でね、カウントし直したんだって、そして発見しましたよって、これ、誤作動をね、この誤作動によってね、6000票がね、バイデンさんに行っちゃったよって。で、この票というのが、だとはメント法でしょ、トランプとリパブリカンズ。トランプさんのために作られた票だったんだけどさ、って。47のミシガンの他のカウンティが、このソフトウェアを使ってるんだぜって。だからね、全部もう一回チェックしなきゃダメじゃんっていう、そういうことですね。はい。
問題が発覚した集計機ドミニオン、集計機じゃないな、まあ、集計に使われているソフトウェアですね。多くの州で導入されているため、共和党支持者の間では、アントリム軍のような問題が他の地域にもあるのではと指摘され始めているということで、これをやっぱりちゃんと捜査するんだよね。で、物的証拠があるじゃん、今回はさ。だから FBI 頑張れっていうことですね。だから、このさ、公的にちゃんと調べてくんないと裁判にならないからね。ただ、ここはね、有力じゃないのよ。もう、取っかかりがさ、もう出てるってことをね、シェアさせてくださいよ。それからね、We just paused for a moment and consider that widespread election software system that was used in virtually every single state in the 2020 election is called Dominion. Dominion. If that doesn't send chills up your spine, nothing will. はい、忘れちゃったからね。私これもうだってもう56だぜ。もう私アメリカとかイギリスに留学してたのが30代だからね。はい、バーチャリーってね、事実上とか実際にとかね、もう当然ね、オールモストよりも意味が強いですよ。だってでシステムハズアビリティとアカウンプリッシュバーチャリーオーエニタスクってことですな。でほとんど全ての仕事をこなす、まあこんなような意味ですよということですね。で、チルズダウン、ワンズスパイン。スパインって背骨だからね。チルって寒気だよ。寒気でゾクゾクする。あ、似たような表現がありましたよね、今ね。ダウンじゃなくても、アップもほら、上がってるからさ。ね。ね。だからまあ、びっくりが起きて、背筋も凍るって感じかな。ね。で、ナッシングビルってあったじゃない、何もなさないって感じなんだけど、意訳しますよ。もうこのクリアン終わりだって感じかなってちょっとね、私は思いましたよ。でもう一回見ますね。ちょっとね、休んでくれよって。あ、モーメントちょびっとね。だから、ちょっと立ち止まって、俺の話聞いてくれよって。考えてみなよって。ワイドスプレッドエレクションソフトウェアシステム。もう全米に広がってるさ、ソフトウェアシステムなんだけどさ、これね、すべてのスイングステートで使われてるんだぜって。今年の選挙大統領選だよって。え、ドミニオンって言うんだぜってさ。ドミニオンと。If that doesn't send chills up your spine.これ聞いて背筋も凍るような思いもししないようだったらさ、あんたさ、この国もう終わってるぜって。まあそんな意味ですね。で、ミシガンでしょ、ニューヨークでしょ、そしてコロラド、ネバーダ、そしてカリフォルニアでしょ、で、ルイジアナ。で、まあこういう感じね、やばいところで使われてるんだけどさ、これ、3分の1がカウントミスだったわけでしょ。ね、どうしたものかということね。それからもう一つ、油性ペンの例の記事ね。これね、疑いをね、認めたらしいですよっていうことですね。油性ペン話題になってますよね。アラジナ州で問題されていた投票用紙の機械が見取れない油性ペンを有権者に配られたというやつですね。で、共和党支持者がと選挙管理関係者に真相を正したところと、最初のうちはね、油性ペンによる投票は有効だよって言ってたんだけど、ひどいな、これ。機械で読み取れないやつだよ、これ。5日になって無効になる可能性を認めたということですね。だから日本の大手紙は、この情報はデマだと決めつけてたんだけどさ、真実であることが判明したとこの記事は書いてあるね。これも物理的な証拠が残っているから、FBI の方がしっかり調べれば、ね、本当かどうかっていうことがこれから明るみに出るんですよ。だから今その取っかかりが出て物的証拠を入手する可能性が高くなったっていうところで止めおいてくださいね。我々は淡々と真相を待てばいいだけですからね。で、油性ペンが配布された大半の地域はトランプ支持者が多いとこだったよと。票を減らす目的で意図的に行われた可能性が極めて高いという、そういう書きぶりなんですけどね。これもそのうちはっきりしますよ。キンキンね、うんと近いうちに。はい、で同様の指摘は、シカゴやミシガン、コネチカットなどの他の有権者からもなされておりと、全国的な現象であるという疑いが残りになってきています。こうした事実が明るみになっているにもかかわらず、ほらね、日米のメディアね、根拠も示さず、フェイクニュースだと断じてさ、報道しない自由を行使と、民主主義の精神に泥を塗っているっていう、まあ、強い掛けぶりですね。私ここまでは言わないけどさ、でもちょっとねーって、ね、うん、
決めつけてたよね、嘘だってさ。後でちょっとマスコミの対応もね、あのご紹介しますけどさ、ちょっとひどいと思ったもん。ここいらもなんかさ、ねえ、なんか中国のこと言えないよね。ねえ、検閲に当たるかな、やっぱりね。ただね、これから真実がね、法廷でさ、明らかになるんだよ。真面目に裁判ね、これすることになったでしょ。ね、だから我々はもう何とも言うけどさ、騒がずさ、淡々とさ、でもしっかり見つめていきましょう。はい。でこれからね、主要マスコミの対応についてね、なんか罪深いかな。で覚えておきましょう。たくさんあげませんよ。2個だけ持ってきましたね。ネットのやっぱり時代なんですよね、やっぱりね。もう情報操作できないね。やっぱり淘汰されるんだろうなっていうことね。やっぱ罰を受けるんだろうなってね。そんな気がしますよ。これ、8日の記事ですよ。ブルームバーグですよ。これね、抜き出したわけじゃないんですよ。これだけしか書いてないんですよ。バイデン氏、米大統領選で勝利。トランプ政権を一気で終了ってさ。まあ、あなたが決めることじゃないじゃない、これさ。米大統領選で民主党のバイデン前副大統領が当選確実になったと CNN と NBC が報じたってさ。まあ、人のせいにしてるけどさ。こんな書き方しないでよって思うよね。新型コロナウイルスの感染拡大に対するトランプ大統領の対応などに有権者が脳を突きつけた形だって言ってるけど、これから真実が解明されるんだからさ、これ皆さん覚えておきましょうね。はい、そしてね、これ、MSN から持ってきましたよ、これ。7日にね、上がってた記事ですよ。トランプ氏会見を中断。米テレビが異例対応、大統領選ってさ。ABC や NBC など、米主要テレビ局は、トランプさんがね、ホワイトハウスで会見開いてたんだけれども、中継打ち切りましたよって。なんだかとんでもないね、これね。途中でね、割り込んだもんな。だからね、ほら、不正選挙を主張したところが、事実関係の検証を優先させたみたいな気ぶりだけどさ、トランプ氏は5日の会見で、郵便投票の不正によって、民主党が選挙を盗もうと。これ話題になりますよね。スティールってね、言ってたもんね。一方的に展開し、質問を受け付けることをせず立ち去ったと。NBC では会見中にですよ、キャスターが、大統領が多くの虚偽発言をしているって。これからですよ、これから虚偽かどうかが分かってくるんだから、まだ決めないでって。ここで中断しなければならないと割り込んだっていうことですね。本当にこれから真実が明らかになって、本当に嘘だったらっていうんだったらね、おっしゃる通りなんだけども、どうなりますかね、これね。で、一方、政権に批判的な NCC や CNN だ、ごめんなさい。FOX は会見を中断せず放映しましたと。ただね、CNN はトランプ氏が何の根拠もなく不正主張のテレップを表示ということですな。皆さんこれどう思われます？証拠がないので放送打ち切りってさ、言うけどさ、あのさ、証拠ってさ、おい、これから出すんでしょ？証拠ってさ。証拠って言ったって、まだ FBI とかやってないわけ、捜査してないわけだからさ。で、これからさ、確証が得られていくわけですよ。だから、今出す、もう確たる証拠を握ってたとするとしてもさ、今出すわけないじゃんってさ、手の内をね、早いうちから明かすわけないでしょ。これから最高裁に行くんだからね。トランプさんいろいろとね、仕込んでると思うよ。仕込んでるというか、仕込んでると思うか。ね、ネタね、証拠のネタね。で、こういうのはね、やっぱ取っとくわけですよ、最高裁までさ。でさ、交渉、示談、その他もろもろがあるわけですよね。裁量、いろいろさ、あのバイデンさんの黒い噂もあるじゃない。そこをいいらで駆け引きするわけですよ。なんで今出すかねって。出すわけないじゃんって。で、これから、今からさ、FBI がね、捜査をするわけでしょう。そして、確証が得られていくわけですよ。トランプさんが言ったんじゃないよ。FBI が捜査の結果、掴んだ証拠だよってことがね。これからですよ。明らかになっていくわけですね。で、今回ご紹介した3つの点っていうのをね、きっと、確証につながっていくんじゃないんでしょうかってことを申し上げたいの。だから我々としてはね、今ちょっと大騒ぎになりかけてるけどさ、騒ぐ必要ないですよね。まあ、淡々とさ、
私はですよ、トランプさんの勝利を心で祈ってる感じかな。ね、皆さんはね、別にそのトランプさんじゃなくてもいいからね、バイデンさんが好きな人はね、彼は無実だと、この不正疑惑っていうのは単なる疑惑だと、ね、そういうふうな心でね、祈ってればいいと思うのよ。で、いずれにしてもさ、これから何が起こるかについてはしっかり見ていかなきゃいけませんよね。アメリカって一体どういう国なのかってことだよね。今後の世界のね、流れに大きく影響するじゃない。だから日本人だから関係ないってわけにいかないもんね。ごめんなさいね、なんか偉そうでね。まあそういうことです。とりあえず長くなるんで失礼いたしますね。聞いてくださってありがとうございました。ごきげんよう。